を散らす。アイカツオンパレード始まります。始まりました。大注目のドリームスクールグランプリ、見どころについて奇跡ラキさん、よろしくお願いします。チャオスターハーモニー学園の奇跡ラキです。今日のステージではなんと学校ごとに用意した素敵なドレスが見られるんですって。皆さん期待しててくださいね。お客さんいっぱい。緊張してる？わかりません。胸がルルルーな感じで、これが緊張なのかワクワクなのか。ルルルー。お邪魔します。突然すいません。本番直前インタビューに参りました。インタビュー？はい、ティアラ学園長からのご依頼で急遽決まりまして、ご協力お願いします。わかりました、お任せください。え、そんなの聞いてない、どうしよう。ドリームアカデミー代表のお三方を改めてご紹介します。アイドルでありながらデザイナーとしてブランドを立ち上げたご経験のある風沢空さんと、こんにちは。お嬢様アイドルで自然や動物をこよなく愛する姫里マリアさん、よろしくお願いします。そして先日華々しくステージデビューを飾られた期待のルーキー、音代ノエルさんです。はじめまして。ごめんなさい。いえいえ、つかみは最高です。つかみ？さて、まず第一ステージは3人でステージに立たれるんですよね。はい、そして投票で選ばれた一人だけが決勝ステージに進むことになります。私たちは仲間でありライバル、見ている方には楽しんでいただけると思います。選ばれた方はまさに代表中の代表、人呼んでトップ代表。しびれますね。代表の方のほとんどがトップアイドルという中、ノエルさんは新人アイドルですよね。今どんなお気持ちですか？ソラさんとマリアさんに勝ち、ただ一人決勝に進むトップ代表になる自信はありますか？勝負も大事だけど、楽しむことも忘れたくないよね。そうだね、楽しんだ先に最高のパフォーマンスが待っていると思いますから。なるほど、素敵な言葉ですね。ではソラさんにお伺いしたいと思います。もしトップ代表に選ばれた際には。ノエルちゃん大丈夫？ごめんなさい。私気にしないで、初めから完璧にできたらそっちの方がびっくりしちゃうなんてね。初々しいところがノエルちゃんのいいところでもあるんだよ。ありがとうございます。ちょっと外の空気吸ってきますね。みんなこんにちは。ポップンポップコーンだよ。みんなおいで。ポップコーンだけじゃなく最高のステージも用意してる。ラララーな感じで楽しんでいってくれよな。はーい。まだまだあるからな。次は誰かな。最高のステージ、弱気になってちゃダメなのに。ティアラ学園長、失礼します。来たわね。すみません、遅くなりました。よし、全員揃ったところで。お待たせ、我がドリームアカデミーのプレミアムスクールドレスよ。間に合ってよかった。これを着て3人でステージに上がるのね。
着るのがとっても楽しみ。そのドレスにはドリームアカデミーに関わる全ての人間の思いが詰まってる。私の思い、教師たちの思い、そしてドリアカの全ての生徒たちの思いも。これはみんなの涙や努力の集大成とも言えるものなのよ。私以外にもこのドレスを着たいアイドルはたくさんいたと思います。でも学園長は私を選んでくれました。私はとんでもなく幸せ者です。あなたは我が校の代表よ。だから胸を張って誇りを持って。ドリアカのみんなの思いはいつも一緒よ。私たちにはドリアカのみんながついてくれてる。そんな気持ちになるね。はい。でもやるからにはお互い全力で。応援もしてるけど負けないよ。はい。さあ思いっきり盛り上げるわよ。ドリアカの勝利を目指して、アイガーズ。よし、次は四つ星学園よ。ステージ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。さっきはちゃんとお話できなくてすみませんでした。私の気持ちここでお伝えしてもいいですか？もちろんです。ぜひよろしくお願いします。ソラちゃんとマリアちゃんに勝つ自信は正直よくわかりません。でもステージを見てくれる人を元気にする自信はあります。応援をしてくれる人のためにも、それが私のやるべきことだと思うから精一杯頑張ります。ドリアカの代表としてどうか楽しんでいてくださいね。では失礼します。ドリームスクールグランプリ第一ステージの開幕です。各学園が育て上げた光り輝くアイドルたちがプライドをかけ全力でぶつかり合うこの戦い、熱すぎて火傷しちゃうかも。皆さんもアイドルたちに負けないくらい熱く盛り上がってくださいね。一組目はドリームアカデミーです。
リームアカデミーの魅力が詰め込まれたステージだったわ。結構なことね。どうも、学園長として誇りに思うわ。それでは結果発表に移りたいと思います。ドリームアカデミー栄えあるトップ代表は、お年のノエルです。新人ならではのフレッシュさや今後の期待を込めて選ばれたようね。ノエル、おめでとう。ありがとうございます。おめでとう、ノエルちゃん。決勝頑張ってね。はい。